つまりスパイからすれば天地教にはサソリが来るということになる。そこで僕がサソリに変化して近づく。君たちは僕の指示があるまで待機している。おっ、目の前でサソリを見たのはサクラだけど、奴の性格や言動、癖なんかがあったら詳しく教えてくれ。はい。今の話を踏まえて、普通あまりやらないんだが、半日をチームプレイのシミュレーションにやってる。戦い方や戦闘スキルなどをお互いに知っておくことが必要だ。慎重すぎると思うかもしれないが、これが僕のやり方なんだ。まずはナルトが前衛、サイが支援するパターンからだ。それじゃ始めるぞ。始めようぜ。君に興味はないけど、任務だから倒す。これでも修羅場をくぐっていく。いざ尋常に一本目を始め。超常技、超常技、しとめ任務。サイ、お前俺まで攻撃しやがって、一体どういうつもりだ。冷静さを欠いたやつをかばいながら戦うのは理想的じゃない。なんだと。まあ待て待て、次はサイ主体でやってみよう。ナルトはサイの支援だ。なんで俺がこいつと。始めるぞ。
まだいたんだ。授業の成果見せてやるってばよ。これも任務。いざ尋常に一本目始め。あれ聞いてるみたいですね。どうですか。勝者次で決める。よくやったね、サイ。シミュレーションがこれで終わりだ。サイ、お前仲間って言葉知ってっか。もちろん知ってますが、それが何か。個人能力の低さを人のせいにしないでください。正直にはっきり言う。俺はてめえが嫌いだ。やっぱり。シチューローの術。君らね、これ以上揉めると本当に檻にぶち込むよ。いや、もう入れられてるってばよ。僕は優しい接し方が好きなんだ。恐怖による支配も嫌いじゃないんだ。二人とも出発までそこで頭を冷やすといい。サスケ君なら君をかばいながら戦ってくれたでしょうか。君からしたらカカシ班の仲間ですか。里を裏切って君を傷つけた人を仲間と呼ぶなら、その仲間を救うためなら何だってやるさ。お前とだって組んでやる。